皆さんこんにちは。個別指導塾結成塾長の小林です。今回はスペシャルゲストに神田さんという方にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はですね、神田さんは数年前にコラボさせていただいた、まあ、東大の UTFR という団体で実はですねキャスティビに出てくださったんですよね。お久しぶりです。はい、ご無沙汰してます。でその時にまさにですね、その本当通信から東大に行った話を少ししていただいたんですけど、実はその後マッキンゼーに進まれて、でしかもなんと今はご自身で起業もされてということで、ものすごい経歴の猛者となって帰ってきてくださってまたね、いろいろお話しいただけるということなので、今日はねぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、視聴者の皆さんもはじめまして、あるいはお久しぶりです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、まあ、知らない方もねいると思うんで、簡単にまあご経歴というか自己紹介みたいな、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、私、まあ、2年半前にキャストダイス TV に出させていただいたんですけれども、その時は、東京大学の法学部になりたての頃でした。でちょっと前に遡らせていただくと、私あの中学時代をドイツのミュンヘンで過ごしまして、その後、まあ、中学3年生の冬に高校行かないぞと決めまして、うん、1年放棄そして通信制高校に籍を置いたままでドイツに残りながらずっと独学で勉強をしておりました。なるほど。それで通信制高校から東京大学文化一類に、まあありがたいことにそれなりの成績で入らせていただきまして、はい、そして文化一類から法学部、うん、そしてその後あのマッキンゼー&カンパニーという、うん、まあ、外資のコンサルティングファームに就職しまして、今あのそこを卒業しまして、また自分で新しく教育系の会社をやっております。はい、ということで結構ですね、途中から僕と経歴が似てるんですけど、完全に僕の上位互換ですね。なのであのぜひ皆さんで、ね、期待して今日の話聞いていただきたいと思うんですけど、まあ本当はねちょっと個人的にはせっかくねあのマッキンゼーから来ていただいたんで、まあ、コンサル話もしたいんですけど、まあまずはね受験生の皆さんにはですね、じゃ実際どういうふうに、ね、こう戦略を立てて勉強したのか、はい、その辺の話をもうまるっとね今日ね聞いちゃおうということで、はい、もうお任せしてもよろしいでしょうか。あ、もうありがとうございます。はい、では本日の話なんですけれども、私の方から伝えたい大きなテーマは基本的に一つしかなくてですね、それは受験というのは運ゲーでも実力ゲーでもなく戦略ゲーにするべきっていう話です。なるほど。よくなんかこう巷では受験運だとか、うん、受験は実力だってよく言われるじゃないですか。まあ、それってもうある種、まあ、本質的だと思いますし、運な人実力な人いると思うんですけれども、うん、僕が思うのはそんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう話だと思うんですね。例えば運ゲーの場合はそんな運に人生が左右されるってのなんだかなって思いますし、実力ゲーの場合はそんな実力が高い人しか言ってないですし、しょうがないなと思うんですよ。うん、じゃあ何かっていうと、僕らが考えるべきなのは受験って戦略ゲーですっていうことだと思っております。うん、で、まあ、一般的なまず戦略の定義をお話しさせていただくと、戦略って結局資源ですね。まあ大体勉強の場合はこれはもう学習時間ですよ、イコール資源イコール学習時間だと思うんですけれども、をどういうふうに分配するかっていう話が戦略だと思っております。で受験を戦略ゲーにするために重要な要素は3つあります。一つ目はゴールが決まっていること。まあ当たり前なんですけども、なんかゴール決まらずに適当な方向にえいやって言って走り出しても、うん、ゴールには近づいていかないかもしれないですし、結構無駄な走りになるかもしれないですね。そうですね。で、2個目がですね、ゴールを決めたからには、それに対して最適な勉強法をすること。まあ、結構当たり前の話をしてるかなって感覚はありますけれども、うん、それは大事なことだと思います。で、3つ目はですね、まあ、正しいゴールがあって正しい方法があっても、やっぱり量がないと正直どうしようもないと、まあ、特に東大とかの本当にトップレベルの学校の争いになってくると、みんなもうある程度やるのは当たり前なんで、もう量もなるべくやらなければいけないと、まあ、なんで僕が今ここまで言ったことは結構当たり前の話で、小林さんもいつもおっしゃっている莫大な量を早めにやってぶっちぎると、はい、つまりそういう話だと思うんですね。うん、ただただやっぱりこう今まで僕自身も受験生活してきましたと、ま、でいろんな生徒たち後輩たち見てきましたと、本当にそんな戦略に対してこうピュアに生きていて、ピュアに戦略を追い求めたような受験プレイングをしてるかって言われると、やっぱそこって疑義があるんじゃないですかっていうことを本日は言いたいなと思いまして、なるほどなるほど、こちら参りました。じゃあですね、具体的に今言ってくださった3つのポイントですよね。はい、そのポイントをそれぞれ、まあ、神田さんの場合どのようにこう進めていったのかってことを教えていただけますか。はい、そうですね、はい、まず1点目のゴールをどう決めるかみたいなことですね。これ私がですねゴールを決めたのは中学校3年生の冬、およそ1月ぐらいのことだったと思います。早いですね。まあそうですね、でもこれがめちゃめちゃ僕は大事だと思っていて、うん、中学校3年生の冬1月のある日に僕はもう東大の文系を目指すって決めたんですね。うん、でその日に何をしたかっていうと、もう過去問全部読んだんですよ。東大の文系の過去問。素晴らしい、うん、でこれめちゃめちゃ大事な気づきで、うん、本当に過去問いろいろ読んで、あなるほど最終的にこういうことを聞かれるんだなといろいろ思いましたと。で
ここでもうすぐに2つ目のポイントに参るんですけれども、うん、過去問を見た結果いろいろと分かってきたことがあるんですね、はい、それは東大って東大専門の勉強しないと難しくねっていう話に思い立ったんですね。素晴らしい、はいはいはい、もちろん僕がなんかこう偏差値80ぐらいあってすごくなんか賢い人だったらなんかえいやって始めて高校3年生で、うん、あー東大目指そうって言ってもなんか受かったのかもしれないですけども、うん、中学校3年生の時僕問題見て無理だろこれって思ったんですよ、うん、何もわからんみたいな。なるほど。特に僕思ったのは英語とかなんですよね、はいはいはい、まあ、当時僕ドイツに住んでいたのでまあまあある程度ですけれども英語はちょっとわかると、はい、多分普通の日本の中学校よりも、うん、でも歯が立たないどころか、うん、できるようになるビジョンが全然見えないってなったんですよね、うんうん、でその時になんかいろいろこう東大のホームページを見ていたんですけれども、うん、なんかドイツ語あるじゃんみたいな、はいはいはい、ドイツ語で受けられるんだこれってなってドイツ語見てみたんですよ。すこぶる簡単だったんですよ、ね、なるほどね。例えば英語とかの場合は、まあ、100点取るためにはもうどんぐらいか分かんないですけどもうトップ 1% 2% レベルじゃないですかやっぱり、うん、ドイツ語って例えばあの英語検定英検ありますよね。あの英検で大体2級かなぐらいの実力を持っていれば僕の感覚上80点から90点は取れるっていう感覚なんですよね。なるほどね。でドイツ語の問題見てもう分量も全然違うんですよ。英語ってなんかこうめちゃめちゃページ数あるじゃないですか。そうですね、うん、ドイツ語って確か5ページとかそんぐらい、はい、少ないね。それは事実ですね。そうなんですよね、うん、だからこれいけるぞってなってもう英語僕その瞬間やめたんですよね、うん、はいはいはい。もう英語捨てますと、もう僕はドイツ語で生きていきますってことに決めてドイツ語の勉強だけやってたんですよ。例えばこういう話なんですよね。戦略をピュアに追い求めるって、うん、で多分多くの人ってそこを調べないでスタートするじゃないですか。もちろんで何となく英語頑張ろうみたいなで高3ぐらいになって何偏差値が高いぞみたいな東大目指そうみたいな話だと思うんですけどすごいそうやってできる人だなって正直思うんですよ、うんうんうん、でも例えば僕の場合はもう英語最初に回避したんであの偏差値が高いままドイツ語だったら、まあ、あんま偏差値も出ないですけど正直、うん、まあ例えば90点はキープできるだろうっていう気持ちで始められましたし、まあ他にもそういう勉強法は僕枚挙にいともなくて、まあさすがに英語ドイツ語の話をしても皆さんなんかちょっと遠いかなって思うので、うん、まあ例えばなんか数学とか僕あの数学のセンターの点数、あもうセンターって言わないんですよね。ちょっと時代が今共通テストです。そうですね、共通テスト、はい、まあ多分共通テストよりもちょっと僕の時代のセンターの方が点数取るの簡単だと思うんですけども、はい、それでもセンター試験の例えば数学 2B が僕65点なんですよ、うん、まあ、まあそんな良くないですね。そうなんですね。東大受ける人としてはこれ大丈夫かなみたいな感じなんですけれども、うん、文系の東大数学、まあ、満点80点ですと、うん、何もかかわらず僕の点数はですね67点だったんですよね。すごいですね。で例えばこれとかも結構戦略的な話で、うん、もうセンターはもう60点取ってればいいっていう割り切りが僕の中であって、ただ東大入試にはもうすごくアジャストした勉強をしていたので、うん、東大入試も逆に60点割ることはあんまないんじゃないかっていう動き方がまあできるわけですよ。要はセンター試験的なもう早く解いて問題にアジャストしてみたいなものよりも、うん、結局東大入試的な問題を常に解き続けるみたいな感じで、うん、まあ、なんで僕はまあ例えばあのめっちゃ恐縮なんですけど前回その動画に出た時に皆さん結構天才だとか褒めてくださったんです。あんまそんなことなくて、ね、コメントに結構ありましたよそうなんですよ、うん、ただいわゆる地頭的な話って僕あんま自分のこと信じてなくて、ね、ただ単に戦略の人だと思ってるんですね、はいはい、だからみんなと一緒に例えば東大生と一緒にテスト受けて、まあ、僕の点数が高いって何もせずにみんなと同じ準備だけだったら多分そんな良くないと思うんですよね本当に、うん、まあ、日本史とかも結構51点東大入試で取ったんですけど、高いですね。そうですね、かなり高い方だと思います、まあ、多分上位スーパーレベルかなって思うんですけど、うん、一方センター試験の日本史僕75点なんですよね。普通普通感もちょっと低いぐらいだ ね、まあ、東大受ける人にとってはちょっと低いぐらいな感じでなるほど。これもやっぱアジャストで、うん、東大の日本史って例えば暗記あんまいらないんですよ正直。そうですね、まあ、なんか、うん、いわゆる第何代将軍誰でしょうみたいなのは全然問われることは基本なくて、もう本質的なところさえ押さえておけばいろいろ取れると。まあ、なんてそういう風にちょっと時間の使い方が全然違うんですよね。もう日本史とか暗記全然せずにもう教科書一生読み続けるみたいな。なるほど。それ以外の勉強あんましてないですね。教科書読み続けて、あと日本史の全然受験とは関係ない本読んでっていう、そのレベル感のことしかしていないレベルで、まあいろいろこういう風に例を言ったんですけれども、僕が言いたいのはこういうことで、勉強的な戦術、なんかこうノートじゃなくて書いて読むとか、あるいは見て覚えるとか、そういう戦術も大事なんですけど、その前段としてもうちょっとこうどういうことをして何をしてどういうのが目標としてあるかみたいなことをやっぱピュアに追い求めないと、
みんななんか頑張ってみんなと一緒に同じスタートラインに立ってマラソンを走ってるように僕には見えていて、うん、それって結構大変だなって僕は思うんですよね、うん、つまりね、だから例えば神田さんの場合はね、こういう風にやって数学でまあ67点ね、いい点取れてるし、日本史もこうだったけど、別にそれをみんなに真似してほしいんじゃなくて、はい、自分の場合の戦略は何だったろうって考えてほしいということですよね、はい、そうですそうです。なんでまあもしこの動画を見ている方で、まあ、受験生とか将来受験を考えている人がいたら、うん、まあ、まず一瞬勉強をやめてもいいから、自分ってそもそも何するんだっけみたいなことを考えて、うんうんうん、やっぱ走り出す方向を定めるっていうのは僕は結構大事だと思うんですね。そうですね、はい、確かにそのとてもね、それは非常に示唆に富んでいると思います、うん、その上でじゃあ最後のポイントとして、勉強時間をしっかり確保していくってことですよね、まあ、そうですね、あったり、もともとやっぱり通信だから一般的な高校に通っているよりそもそも時間的有利はあったかもしれませんけど、はい、それ以外に何か工夫したポイントってありますか？そうですね、やっぱさっきも申し上げたように、このいい戦略でやっててもやっぱ時間が足りないともうどうしようもないもので、うん、やっぱ時間の最大化ってすごい大事なテーマだと思っていますと。で、まあ、もう本当に最強のおすすめは高校に行かないことなんですけども、そんなことしてもしょうがないのでまあやっぱいろんなティップス本当にあるので、まあ、せっかくなので、そうですね、今日は4点ほど、まあ、ティップス的な感じでちょっと、はいはい、紹介させていただければと思います。まあ、まずですね、僕がCM 勉強法、コマーシャル勉強法と呼んでいたやつがあるんですけども、はいはいはい、これめっちゃシンプルな話で、勉強時間ってじゃあなんで少なくなっちゃうかっていうと、休憩入れるからなんですよ。休憩入れると、まあ、もちろん休憩の部分も少なくなるんですけど、よくあるのが戻ってこれないってことよくありますよね。ああ、勉強して休憩したんだけどずっともう休憩しちゃうみたいな。そうですそうです、なんかスマホ見始めてみたいな、ああいつ戻るんだっけなみたいな感じで日々が過ぎていくみたいなことあるじゃないですか、はいはい、それって、まあ、例えばなんかこうスマホ使う時間に制限を設けるとかいろいろ方法あると思うんですけど、うん、僕めっちゃシンプルな方法は休憩しないってことだと思うんですよね、うんうんうん、本質的には。なるほど、まあ、とはいえ同じ勉強をずっとしてたら飽きてくるし疲れるし、あんまいいことないと。ならば勉強の休憩の代わりに勉強しようっていうのがこの CM 勉強法っていうやつなんですね。うん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 、まあ、なんか数分ぐらいで終わる退屈なやつあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、退屈を感じるかは人それぞれですけど、僕にとっては単語の勉強とかドイツ語の単語とか、まあ、みんなにとって英語の単語とか、あと世界史の人間の名前を覚えるとかね、うんうんうん、その辺のやつとかって結構5分ぐらいでサクサクやった方がいいし、でもあんま面白くないなっていうのを30分一気にかけてやると大変だと思うんですよ。5分だったらできる。それを例えば数学50分やる、5分暗記やる、50分日本例えば日本史やるとか、うん、国語やるとかやったらずっと勉強できるわけですよね。しかも気分も切り替わると、うん、なんでこういう支援勉強法とかは自分で思いついた時、おこれ天才じゃんって思ったし、実際に意外とうまく回りましたね。じゃあ2つ目の次の勉強法ティップスなんですけれども、体疲れさせない勉強法というものでして、うん、まあ、これ結構もうタイトルが芯を表してるんですけれども、なんかこう勉強して疲れたなとかもう大変だなっていう人を見てたり、あと僕自身を観察してると思うんですけれども、それ実は疲れてるの頭じゃないんですよね。大体の場合頭とか脳が疲れてるんじゃなくて、なんか体が疲れているのをなんかこう頭が疲れたっていう風に誤認しているパターンが結構多いなと思っていまして、なんか勉強してて3時間ぐらいやって、うわ疲れたなみたいな時、脳ってもうちょっと僕スタミナあると思うんですよね。正直体はスタミナないんですよそこまで、うんうん、で大体原因はシャーペンを持って書き続けて同じ姿勢でいたことが原因とか、そんなあったりするんですよね。そうですね、なんかこう机こうね座ってるから肩凝ってきたとか腰痛いとか、うんうん、なんかそういうとこが気になったりしますよね。そうですよね、なんか勉強っていう時疲れたなって思う時みんな体伸ばしたりするじゃないですか、うん、あれつまり体がもう疲れてるんですよ、うんうん、脳みそじゃなくて。ってことはシンプルな話、体が疲れないような勉強すればいいじゃんっていう話がやっぱあると思ってて、なんで僕はもう全然ベッドとかで勉強していることもありましたし、うん、本当に歩きながら勉強していることもありましたし、うん、なんで大事なのは、まあ、認識の問題かなって気がしますね。その体が俺は疲れてるだけなんだって認識してやるっていうのが大事だと思います、まあ、あとは今日できる話として結構大事なのは、椅子には絶対課金しましょうっていうのは僕はおすすめとしてありますね、はい、僕自身結構、まあ、高級なゲーミングチェアを今家で使ってるんですけれどもど、はい、やっぱそういうのに課金するっていうのは結構スタートオブスタートとして割と大事かなと思います。そうですね、なんか昔話ですけどね、僕もね受験生の頃にやっぱ腰がね本当痛くなっちゃって、いや大変ですよね、うん、で僕はちょっとそういうなんか課金はしてなかったんですけど、まあ、なんかいろいろクッション置いたりとかね、いろいろしてましたね、うん、でもやっぱ大事だと思いますね、そういうポイントもね。はい、じゃあ次のところお願いします。そうですね、はい、次のはですね、脳内に問題抱え勉強法って僕が呼んでるやつで、はい、まあ、だんだんなんかネーミングがもうそれそのものみたいになってきてるんですけれども、うんうんうん、要はみんなまあ勉強がどうしてもできない時間ってそもそも存在するわけじゃないですか、はい、例えばシャワーを浴びている時間とか、うん、朝起きた直後とか、うん、歩いてる時間とかちょっと勉強するの難しいですよね。でもそこの時間は実は普通に勉強できますっていうことは僕は言いたいと思います。頭の中にあればいいんだからっていう、うん、つまり頭の中に何らかの問題を抱えておけばいいわけですよね。
僕の場合は、まあ、すごく難しい数学の難問を頭に抱えていることが多かったです。具体的にはあの月間大学への数学の巻末には学力コンテストっていってあの難しい問題がいくつか並んでるんですけれども、うん、そういうのを頭に入れといて、うん、こう暇な時とかに考えるとかよくやってましたね。例えば印象的なのは昔僕肩怪我しまして、はいはいはい、MRI っていうこうニョリンって入って、はいはいはい、なんかこう肩の様子見るみたいな機会があるんですけど、うん、あの時間めちゃめちゃ苦痛で、はいはい、すごいけたたましい音が鳴るんですよ。で、はいはい、40分ぐらい確か動けなくて、そういう時間とかに学コンを一問切った時ぐらいのこの満足だったりすごくて、あのシーンとかよく覚えてますね。なるほどね。あでもすごい、ね、僕もでも、ね、似たことしてました。大事ですね、けどレベルもうちょっと低くてあの世界史の人名を10個ぐらいあの決めといてその頭の中にループしながら風呂に入るぐらいはしてましたね。あいいですね。でも、はい、いやレベルがちょっとねだいぶ違うんですけどね申し訳ないですけどはい、じゃあ4つ目いきましょう。そうですね、はい、4つ目はですねトリガーっていう概念ですね、うん、これはまあ勉強のコツとしてすごく一般的に言われてるんですけれども、要は勉強ってこうやり始めると、まあ、続けるのは簡単なわけじゃないですか、うん、問題はやっぱこうどういうふうにやり始めるかっていうシステムを作るかっていう話なんですね、うん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 、でそこにおいてなんかこうみんなトリガーがなさすぎると僕ちょっと思ってるんですよ普段の生活に、はい、なんかこれしたら勉強しようみたいなみんな決めてますかみたいな。僕の生活めちゃめちゃトリガーに満ち溢れてて、こう例えばトイレを流したらこう2回ぐらい本読むとか、まあ、2ページぐらい本読むとか決めてましたし、うんうんうん、まあ、あとはなんかこう今で言うと僕2ヶ月前ぐらいからちょっとせっかくなんで韓国語の勉強するかと思い始めて、こう家帰ったらですねもう床に寝転がるんですよフローリングの、はいはい、で床って硬いんですよね僕んちフローリングなんで、はいはいはい、で1分ぐらいすると思うんですよ、えなんで俺こんなことやってんだっけ、うん、あそっかみたいな韓国語の勉強しなきゃいけないんだってなって例えば始めるんですけど、このトリガーの作り方も5回ぐらい試行錯誤を繰り返した結果で、うん、要はその床に寝転がるっていう動き自体は簡単じゃないですか、非常に楽にできる、うんうん、ただ硬いから続けるのが難しいんですね。そういうのがトリガーとしてめっちゃ向いてて、やり始めるの簡単なんだけどやり続けるのが難しいみたいなものをやっていると人間はなんか簡単にあ始めようってなるんですよね。そうじゃなくてなんか元々トリガーがやり始めるの難しいよとか、あとはやり始めるの簡単だしずっと続けるのも簡単だよってなるとやっぱ人間なかなかやらないんで、うん、なんかそういう工夫とかもしながらなんやかんやで、まあ本当に前回の動画見ていただければ分かるんですけど、とんでもなく自堕落だった僕が1日10時間毎日勉強を達成するようになった方法は、うん、まあこんな Tips などなどで彩られております。なるほど、ありがとうございます。まあ、というわけでですね、今日は神田さんにいろんなね受験勉強のまあいろはから極意までね教わりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあね、ちょっと全部ね真似するのはやっぱ難しいと思うんですよ。まず一旦通信に行くみたいなところから打つと思うんですけど、ヒントはたくさんねあったと思いますので、まあ、ぜひねそれを参考に皆さんの受験勉強に役立っていただければなというふうに思います。でせっかくなんで今ねそのマッキンゼを卒業されてご自身で会社やられているということで、はい、今どんなお仕事をされてるんですか。 ありがとうございます。今はですねあなたの学習を3ヶ月で抜本的に変革するためのプログラムを今作っているところでして、そういう1対1のですねコーチングの学習プログラムというものを今制作しながら皆さんに提供しているっていう状態ですね。塾とはちょっと違うんですか。そうですね、塾とは全然違って、まあ、例えば塾とかってこう受験が最終的にある日まで基本通うじゃないですか。そうですね、例えば1年半後に受験がありますと、で授業内容とかも結局その受験に向けて学習を教えるみたいな感じだと思うんですけども、我々は特徴的なのも3ヶ月で一旦完結するってところが非常に特徴的で、そのあんまり授業内容とか教えることは多くはないんですね。そうじゃなくてこう学習方法とかどういうふうにこう勉強毎日するかの習慣化を3ヶ月間めちゃめちゃ本気でやりきるんですよ。なんか塾とか通ってる人たちもそうじゃない人たちもやっぱこう勉強本気でやった期間があったっていう経験ってちょっと珍しいと思うんですよね、うんうんうん、なんかこう一番最初のきっかけとして、うん、この期間勉強超本気でやってで自分の成績が抜本的に変わりました、勉強本抜本的に変わりましたっていう成功体験を3ヶ月でこう届けるっていう、そういうプログラムをやっております。ありがとうございます、まあ、というわけでね、まあ、新しいこともされているということなので、まあ、それにちょっとね詳しくはなんか概要欄かなんかにねありがとうございます、リンク貼っておきますので興味ある方はぜひねチェックしてみてください。はい、というわけでね本日の動画は以上です。神田さん今日はねありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆様も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。